はい、本日ご紹介するのは050番の IP 電話のサービスを使えるアプリです。知ってますか？知らない。050番を使って電話をかけたり受けたりすると、もちろんかける方は携帯から直接かけるより固定電話とか携帯にかける通話料がすごくお得になるサービスです。もちろん050同士だと無料通話もできます。あ、両方登録してると両方無料なんですか？無料です。 iPhone だと090から始まる、携帯の番号とかじゃないと使えないんだけど、これは050にかけてくれば iPhone で取れます。おお。試しにかけてみますね。かけてみてください。ピッ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 、かけました。登録されとるで。お父さんの IP 電話にかけました。じゃあ来たので取ってみます。応答。マミルトン先生ですか？はい、そうです、マミルトンです。今話してる声は聞こえないはず。これが何を話すと、ちょっと話してみてください。もしもーし。もしもーし。え？自動的にスピーカーに切り替わります。すごい、すごい。私の声が超スピーカーから聞こえてる。で、何もボタンを押さずに耳にすると、もしもーし、聞こえなくなります。あー、すごい。すごい。そう、耳を離せば自動的にスピーカー通話に切り替えてくれる機能とか、もちろん、ここに保留があるので、保留ボタンをピッと押すと、ちゃんと保留音が流れます。さらにですね、会話、通話中の会話をメモする録音の機能もついているので、もしもし、これをピッと押すと通話メモも取れます。すごい、それ便利。通話メモで住所とかね、言ってもらって通話メモで取っとくと聞き逃し。西新宿。そう、それ以上はそれ以上やばいと、電話としても結構高性能な電話アプリです。ぜひ皆さん使ってみてください。すごい。